それではまずは青柳優馬選手、コメントの方よろしくお願いいたします。はい、昨日は、流山でなんとかアジアタック初防衛することに成功しまして、大森隆夫選手と小高井選手をなんとか倒すことができました。大森隆夫さんは もちろんあのキャリアもあって実力もある本当に申し分のない選手でしたし、小高井選手も同様でやっぱ体格は小さくても僕らずっと翻弄されっぱなしだったので本当に危ない場面が多かったんですけども、まあ、最後野村さんのアシストがあったんで取ったのは僕ですけど、やっぱ野村さんのアシストが一番大きかったかなっていう感じで、本当にタッグマッチらしい試合で勝つことができたなと思ってます。はい、はい、ありがとうございました。それでは続きまして、野村直哉選手、コメントの方お願いいたします。はい、昨日は本当に何ですかね、本当最強クラスのチャレンジャーと対戦してなんとか勝つことができたんで、まあここからどんどんこの防衛ってものを重ねていって、あの世の中に野村柳タッグっていうのを広めていきたいなと、そう思います。はい、ありがとうございました。それでは引き続きまして質疑応答に移動させていただきます。質問ある方いらっしゃいましたらお願いいたします。まあ、秋山長田組から取り返してまず初防衛を果たして、はい、こうチャンピオンとしてより自信というのは深まってきます。はい、そうですね、もちろんやっぱ秋山さんから取ったっていうことは一番大きな自信にもなりましたし、前哨戦でも、まあ、前哨戦は負け越してたんですけど、昨日のタイトルマッチで僕が大森さんからスリーカウント取ったってことは本当にどちらも大きな自信になったし、自信がついた上にさらに上乗せでさらに大きい自信がついたんで、やっぱ本当にもう今のところというかこれから先もですね、やっぱ怖いものなしですね、僕らだったら誰の挑戦でも受けたいと思います。そうですね、やっぱもうタッグチームなんでもう、まあ、大森さんも秋山さんもそうですけど、うまく最終的にこの2対1のそういう状況っていうことをなんかうまく作れて、まあ、どっちも勝つことができてるんで、本当その点ではもう僕らは本当に今のところ、まあ、負けなし、はい、本当に自信になりました。まあ、ダルトセルブというところでした。はい、先ほどあの森さんが定例会見でまだまだ諦めたらお出しつこいと、はい、また挑戦する意向を表明されてましたけど、はい、それについていかがでしょうか。うん、そうですね、やっぱりあの、まあ、今回はもう隣の青柳選手が最後粘って、まあ、大森さんからスリーカウント取ってくれたんですけど、まあ、次はもう僕がもう大森さんから3つ取って完全に何て言うんですかね、叩き潰したいと思います。そうですね、あの野村さんがおっしゃった通りです。あのやっぱでも野村さんは前の会見でもう、あのおっさんたちの挑戦受けないって言ってたんですけど、やっぱ挑戦してくるっていうんだったらやっぱ僕らは受けない理由はないですし、やっぱもちろん受けてしっかり防衛した上でもう挑戦は受けませんよっていうふうに言いたいですね。はい、ハブが何とか言ってましたけど、昨日の試合のコメントでも言ってましたけど、はい、やっぱりどっちかというと自分でそうですね、気持ちが強いですか。もちろんそうですね、まあ、試合になればもうそういうのを考えられなくなってくるんですけど、やっぱもう次は本当に自分が取るっていうそういうのも意識した上で勝ちたいですね。この間の公開会見でおっさん消滅させるっていった責任みたいなもの、はい、もちろんありますね。はい、まずは大森さんから。また昨日防衛したことで、はい、次は、まあ、王道トーナメントの2人とも出場ということで、次はシングルでこう競い合う状況になりますけど、はい、それに向けてはいかがでしょうか。いや、まあ、王道トーナメント、まあ、皆さんご存知の通りシングルのトーナメントなんで、今まで僕と野村さんで組んでこうやってベルトを守ってきたりいろいろ試合やってきたりしたんですけど、やっぱりもう一人だけになってしまうんで、やっぱそろそろ自分もシングルプレイヤーとして上に行けるぐらい行けるようにならないといけないなと思うんで、
やっぱタッグチャンピオンですけど、やっぱ個々の実力もつけて、で王道トーナメントでなおかつ2人で、ね、勝ち上がって結果残せれば、またアジアの価値も上がってくるんじゃないかなと僕は思ってるんで、やっぱ王道トーナメント本当に優勝を目指しますね、はい、で何だったら僕ら2人で優勝決定戦見せたいなと思ってますね、はい、そうですね、僕の1回戦の相手がもう3冠チャンピオンである、まあ、ゼウスさんなんで、まあこれに勝ったらもう一気に優勝候補になると思うし、本当にチャンスなんで、それをもう絶対ものにして、まあ、結果を残すのみですね。まあ、あと青柳選手が言ったように2人で勝ち上がって優勝戦に進みたいですね。